Fighters ready. Engage. さあ4人目にまさかショーンがいると。さあパチ2ですよ。体力9号、まあ、体力削り切れるのかなショーン。PA たくさんされちゃうとね相当きついね。9もそうなんだけど、とにかくショーンはね、そのなんだろう、弱さの質、本質の一つが火力のなさ、このヘリですよ。そうですね。本当にだ、いわゆるジャッキーラって言われるアレクとかさ、Q とかもそうだけど、はい、あいつは火力はあるのよ。火力はある、このキャラないのよ、ないのよ。それでも勝つ、だから勝つからすごいんだけどね。バーソ余裕で間に合います。赤いイリアンは3人ぐらいいますね、今日。今日赤いの3人いますね。はい。エンライパーみたいなのは結構相性いいですね。だからね、空対対空にショーンのエンダイパンで結構機能するのはありますね。ただキャンセル効かないから、ただそれだけなの。そうそうそう、ヒューズ効かないっていう、ただそれだけ、安定強いってだけだから。ただここは体力かなり優勢ですよ。かといって SA なぁ、まあハイトルはね、火力結構高いからいいと思うんですけど。いや、なんでハイトル1本にしたかよ。そう、それはそう。さあ、しかしこれはいい流れですよ。アッパーバース決めて、ああ素晴らしい。手前で止まったタックル、3ヒットだしけど、ゲージねえな。頑張りたいところ。やっぱりこのキャラいかにごまかすかが大事ですからね。まあそうね、教科書にいないことをやるしかないですからね。あとはもう正解をやり続けるっていうね。今の中足プロダイヤ足もそうですけど、正解やっちゃうともうこのキャラじゃないですから、あとはまあとにかく寝る技が少ないかな。そうね、バーストと EX、 そう、トルネードも寝ないので、あの技勝利にやっぱ何もできないのかな、メニューだし、あの横の判定が弱すぎる。そうマジ光るからね、これ。ここは素晴らしい 1.5 本吐いてあるのか、これで思いする圏内、出足はいい選択ある、あるけどお互い圏内、あ、危ない、めくりもるくぐるない、パムなー、呼んでいた、右からシュート。ただヒューゴ、火が溜まってるヒューゴの前捨て見て